キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、頭の中に糖分が足りなくなったお時間になってきました。はい、はい、もうエンドレス撮ってますからね。もう里崎は、5時間座りっぱなしです。あら、やって今日総チェック1時間1人で喋って、うん、その後12本撮ろうとしてるからね。私今4時間ぐらいですね。ねえ、はい、あれちょっと疲れが見えてますよ、玉田さん。疲れがあれなんですよ、佐藤さんの方が100倍喋ってるんですけどなんかこう聞いてるじゃないですか、うん、あのリアクション取るのも結構体力使うんですよ。そうなんですか、はい、疲れてます。疲れてないです。疲れてないですか。疲れてないです。おい、はい、じゃあ今日のお送りするチームは、はい、こちらです。応援歌でどうぞ。限界などの潮風にでれれれ翼たくましい合ってるかなちゃんと歌詞調べときよちゃうね。でれれ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 いざ行け無敵の若鷹軍団はい、はい、OK 今日は、はい、福岡ソフトバンクホークスです。あのちなみに歌詞間違ってたら本当にすいませんちゃんと調べて見ながら歌った方がいいのかもしれないですけど、喋、うん、っててそのまま次ってなるとあのそのまま行ってます、はい、この許さがいいよ。そうですね、うん、はい、ごめんなさいね、間違えてたらね、はい、すいません。今日はですね、はい、ソフトバンクトレードに出した方がいい選手ね、はい、まあ、ここまでソフトバンクで、ね、うん、なんと今パリーグ首位です、はい、楽天が落ちてきて、はい、一気に逆転してっていうね、はい、ところで、まあ、ソフトバンクもちょっと苦しかったね。千賀がちょっと不調で一回抜けたり、したりとか、はい、まあ、柳田も一回抜けたりっていうね、やっぱ怪我人が出たり入ったりで多い中、はい、リオークエンドガルビスがね、はい、ちょっと活躍できないとかねっていうところで、なかなか苦しかった中で、はい、ね、栗原怪我でいなくなった、上林、柳町、はい、上林、そしたらね、うん、怪我で離脱、うん、で柳町も若干一回、ま、あの抹消するのかな、はい、まあ、ここら辺を僕マネージメントしながら、キャッチャー渡辺陸でできたりとか、うん、はい、ね、結構新しい選手が出てきましたね、うん、そうそうそう、ピッチャー大関ね、はい、大関、うん、マッチは横綱って呼んでるらしい、はい、大関しいですね、ね、うん、はい、リリーフもね、森がちょっとバタバタしてんで、モイネロが、うん、なったりとかね、はい、あと占領外からね、四国行ってから帰って藤井とかね、はい、広島のね、はい、とか、あと、うん、FA の又吉とかね、はい、頑張ってるけども、うん、まあ、こうなった時にね、はい、来れば来るほど、うん、やっぱこうね、層が厚くなって出る選手がいなくなるっていうところで、はい、ソフトバンク、はい、トレードに出した方がいい選手、はい、まず一人目は、はい、こちらの選手です、はい、シード新た、26歳、はい、5年目です。今年27歳です。はい、はい、まあ、ここまで1軍では2試合の登板できてるけども、はい、まあ、2軍では防御率 1.76、 16試合登板で1セーブっていうところでは非常にいい形の成績を残してるんだけども、はい、ソフトバンクの1軍に目を向けてみればですよ、はい、リリーフは津森又吉、高橋礼、藤井坂東、松本、入るとこなし。ないですねうわ、埋まってますね。ないのよ、もう入るところが、うん、はい、でここに森がもし復調してきてね、うん、ってなったら余計入るとこないじゃん、はい、だからもうないのよ。そうですね、頑張っても誰かが落ちてこない限り、うん、でも、はい、まだいます、うん、2人目、はい、貝野博士。うわー、貝野、そう、うんうん、4年目、ちょっと、うん、分かる、そうですねいいのよ。はい、いや、もういいのは知ってますよ、うん、うん、2軍では防御率 2.82、 22試合登板、はい、うん、3セーブ、はい、でもよ、うん、1軍にないのよ。いや、これすごい活躍してましたよ、19年か。そうそうそう、1年目ね、うん、で怪我して、はい、っていうところで、だってやっぱりだから新人の時に侍ジャパン行ったのが間違いだったよ。ルーキーで選ばれて、うん、やっぱあんな、やっぱルーキー選んじゃダメよ。ですか、疲労あるじゃん、うん、選ばれて行きたいやん、はい、無理するやん、だ怪我するやんね、うん、右肘手術ね、して、うん、去年の8月に復活したと。そう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 、うん、で去年もちょっと投げてるんですけど、うん、でもちょっと、ね、又吉も来たしね、うん、さっきも挙げたけどちょっとなかなかね、うん、ないじゃんね。そうですね、うん、で続いて、はい、あ、そう、まだ泉圭介、おー、
4年目です、はい、今年、早生まれなんで26歳になる年です、はい、去年はね、うん、31試合登板して去年なんかこう、はい、うん、すごいイメージありますね。今年はね、はい、まだ1軍じゃ投げてないんだけども、うん、2軍では24試合登板です、はいはい、だってこんなにいんのよ、リリーフ3人も。本当ですね。 C の回の泉いんのよ、うん、一軍経験者が、はい、でも全一軍じゃないんだよ、うん、もう欲しいやろ他のチーム。そうですねこんなにいい選手なかなかいないよ。本当ですね。それが二軍よ。はい、で全然一軍で投げてないってなると、うん、で一軍全然使える、はい、いやちょっときついね。そうですね、きついねっていうより能力がないっていうところよりも、はい、あの席がないっていうね、出るところが、うんうん、それだったら欲しいよね。はい、他の球団もそうですね、うん、リリーフを厚くね、はい、したいところとかね、うん、ね、あとまだいるよ。あ、まだいるんですか、うん、はい、大竹耕太郎。あー、でも大竹投手すごい、はい、5年目です。今年27歳です。あ、もう27か、はい、左ピッチャーね、はい、育成で入って早稲田からね、はい、試合感になって、はい、っていうところでね、今年2軍で7試合登板です、うん、でもまあもう最後のあがきだね。はい、あの枠もあるからちょっとそろそろ厳しくなってくるから、そうなってきたらトレードね、はい、左の試合作るっていうところではね、投球術、はい、面白いんじゃないのかなっていうね、うんうん、多分このままもういても、うん、多分ソフトバンクになかなかチャンスが入るっていくとこがないんでね、はい、まだいいんだよ。まだいるんですか。ソフトバンクやっぱ数多いから、はい、続いて、はい、真砂勇介。真砂選手はなんか去年も言ってたような気がするな。今年もね、17試合1軍でと、はい、試合出てんだけども、うん、まあ、打率1割1分8厘と右板ですよね。はあ、右板、うん、で、今2軍ではですね、3割6厘、はい、ホームラン3発打ってます。おー、やっぱパンチ力あるんですね、うん、でも外野でしょ、はい、今楽天、あ、ソフトバンクの外野が、うん、グラシアル、柳町、柳田。あ、ちょっと出るとこないですね。うん、そうなのよ。うん、でもいいのよ。はい、でね、シュートとかも外野守れるし、うん、中村晃も外野いけるし、槙原も外野いけるから、はい、そこら辺回すじゃんね。おー、いい感じ。今宮ショートで槙原外野とかね、はい、だからチャンスないのよ。ベンチにはデスパイに1人しかいないけど、外野守れるやつがいっぱいいるからね、はい、マルチポジションで。そうですね、でもいいよ。そうですね、今のうちに28歳、うん、どうですかっていう。まあ多分出さないと思うけどね、はい、あの今多分1軍切符の1番手だからね、うん、2軍では。でもいいのよ。はい、が今頑張、今上げてどこまで打つかみたいね。うん、去年も79試合出てるしな。そう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 、うん、センターがなかなか決まらないからね。はい、そうですね、うん、で今年はね、上林、柳町で決まったかって言ったら上林ちょっと怪我しちゃったし、ね、うん、そういった面ではこのチャンスを生かしきれないと、もうそうそう出してあげてもいいんじゃないのかなっていうね、うんうん、ところはあるね、はい、でも全員いい選手。はい、やっぱり多いですね、ソフトバンクはね。はい、多いね。うん、でも全員今すぐ使えるよ、一軍で。うん、足りない、ここのポジションが足りないっていうところは、うん、いいかもしれないですね。だからそういった意味ではね、うん、トレード活性化してね、はい、出し上げた方がいいんじゃないのかなと、はい、で今ね、うん、まあ、補わなきゃいけないところあんまりないかも分かんないけどね、はい、補っていく、もしくは金銭トレードとかね、うんうんうん、だからこういった選手が本当に何回も言うけど、はい、あの現役ドラフトにかからなきゃいけないんだよ。そうですね、うん、そしたら意味あるじゃんね、うん、そしたら欲しいチームもね、はい、いっぱいいると思いますけどね。はい、はい、こうやってなんか改めて選手名鑑見てると楽しいな。そうそう、だからこの俺の里崎チャンネルを見ながら選手名鑑を見ていくと、はい、おおってなるじゃんね。そうですね、うん、あ、そうかそうか、この選手今もう何歳になったのかとか。そうそうそう、結構だって多分どこのテレビでもどこのとこでもやんない、はい、あのトレードに出してあげた方がいいと言いながら2軍のいい選手を紹介する結構そんな感じになってますね。そう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 、うん、でもやっぱだからこそ名前が上がるからね、はい、そういった意味でもね、うん、ワンチャンスね、使わないんだったらトレード出してあげた方がいいんじゃないかなと思いますね、はい、そうですね、はい、はい、